さあめっちゃ笑ってますやん。やっと来たぜ仕掛けがいいわやっぱ。あなんぼでも釣れる。史上最強最軽量ミガルグレ。細くて強い、その名はヘラリグレ。はい、おはようございます。おはようございます、オーナーバレスタッフ豊村です。私本日は、福岡県の、恩賀川の、支流の、西川に来ております。西川ちょっとねあんまりいい思い出ないんですけど、はい、そこでまた今日も、私一人じゃ役不足なんで、本日もこの皆川社長に来てもらっております。どうぞよろしくお願いします。ございます。おはようございます。なんかハゼ釣りて二人で、ね、いや逆に僕たちに圧倒かなと思うんですけど、ね、そうですね、まあ、釣りの原点だと僕も思ってますんでね。はい、でまあこの西川の河口で今年3月に地の釣りして僕坊主食らったんでねちょっとあんまりいい思い出ないんですけど、今日は大丈夫です。あれですか、はい、ね、なんか事前にリサーチ行ってくれたみたいで、はい、はい、行ってちゃんと釣れるのはもう、うん、確認してますので。そうですか、今日は大丈夫です。今皆川釣り子店さんもやっぱハゼの客多いですかね。多いですよ。あ、今はもうちょうどシーズンでね、うん、はい、一番いい時期やないかなと思います。そうですか。この時期に釣り切らんやったらもう、うん、もう引退です。それしかないですね。もで僕も今日一発目この延べ竿で、はい、キア入って、はい、やってますんで頑張りましょう。頑張りましょう、はい、それでは今日も一日よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、私は今回まず使いますのがこのハゼポリウキ仕掛け、8号の 2.7 メーターですね。これはもうあの延べ竿用の、仕掛けになっております。それ早速延べ竿の方にこの仕掛けをセットしていきたいと思います。まあ、ちょっと出していただいて、この仕掛けのところにこのもう輪っかが出てますので、こちらをですね輪っかと道糸を束ねて、そしてここに通すだけですね。そして引っ張ったらこんな感じで、もうこれで穂先へのセットは完了です。もうこの仕掛け、浮きから全部セットになってますんで、もうガン玉もこうやってもう打たれてますんで、あとはねここの浮きの棚だけ、水深合わせてやればもうすぐ現場についてハゼ釣りができるようになっております。それとこちら一応かえ針が2本ついてますんで、大仕事を持っておいてください。はい、こちらこのハゼ釣りの餌の釣り、付け方なんですけども、今日使っているのがこちら石五階なんですけども、まあこうやってつけますね。でたらしなんですけども、まああのポイントをついてちょっとねハゼがおるかっていうリサーチがてらに、まずは長めで、スタートします。まあ、それで、ね、釣れなくてもいいんで、とりあえず当たりさえあれはハゼがおるってことなんで、そこでハゼがおることが分かってからたらしを、短くですね切っていきますんで、まあ、とりあえずハゼがおるかちょっと見てみます。まあ、だいたい水深が 1.5 メーターぐらいなんで、ちょっと今日これ私持ってる 2.7 メーターちょっと短いかなと思うんですけど、流れがすごいいい感じで
流れてくれてるんですけども、あ、当たりましたね。今ちょっと当たりました。あ、来た。あ、来た。かわいい。かわいい。ハゼゲット。ちょっと当たりがなかったりしたらちょっと棚をいろいろ変えて、まあ、ちょっと僕は今度ちょっと深くしますけど、いろいろこうやって浮きで棚をいろいろ探ってみてください。まあ、あのハゼっていうのは本当ね、そこにべったり張り付いてるんで。でもこういう原点の釣りいいっすね。今ので、ね、あの棚変えた瞬間当たったんで、この棚で、もう一回ちょっと向こうから流していこうと思います。もうちょっとハゼがおることが分かったんで、だいぶ垂らしもちょっとまた短めにしてみます。当たりますね。いや当たりようやけどね、そのかからんのよ針に。え、多分ハゼやないと思うんやけど。針はいいはずなんですけどね。間違いない。ねえ、針は間違いない。針はほら来た。2匹目来ました。何これ、ハゼです。めっちゃ可愛い。こんなちっちゃいのあんなあたり出るんですね。衝撃的大きさですけどね。でしょ。僕これぐらいのブラックバスも釣ったことありますからね。これは可愛いですが、リリースします。やっぱ針がいいんやろな。え、そのサイズが釣れるっちゅう。そうですよ。お、逃げてた逃げてた。噂には聞いたけど、やるな。え、やるな。え、はい、今のはさっきまで結構当たり出てたんですけど、ちょっと当たりが出なくて餌が残ってる来てるんで、少し今浮き下を深くしました。そうですね。それで今度は逆に餌取られて浮きに当たりが出ない時は逆にもう少し浅くしていく。やったー、やりました。ようやくレギュラーサイズのハゼです。レギュラーってことねえか。まあ、このハゼ釣りで重要なことなんですけども、こちらね、針がね結構、使い込んでいったらだいぶ、これ分かりますかね、ちょっとハゲてきてますね。で、まあ、こういう状態で、まあ、やり続けると結構もうこれも針傷んでる状態なんで、こまめな、針の交換が、このハゼ釣りでは重要になってきます。
それであの当社のこの仕掛けですね、先ほど紹介した、ハゼポリ仕掛けなんですけども、こちらですね、あのこう輪っかでつながってまして、こちらをですねもうちょいと外して、よし、ちょいと外して、で、こちらかえ針、こちらかえ針もこちら、輪っかができてますんで、でこちらを引っ掛けるだけですね、引っ掛けるだけで容易に交換できますんで、まあ、この作業をもうまめに、するようにしてください。あとですね、先ほどからやっぱり棚ですよね、ハゼに関しては。で結構潮の満ち引きがありまして、最初ちゃんともう一番ベストなポジションがやっぱり餌がもうボトムにつくかつかないかぐらいが一番ベストなんですけども、それ潮がね満ちてきたら最初取った棚よりも浮いてくるんで、それをこまめに、もうつくように下につくようにつくように、この浮きですね、浮きで調整するんですけども、浮きの調整も簡単です。こちらゴム管あるんで、ゴム管ほどこう引っ張るとねちょっと道を傷めるんで、やっぱり一回浮きを外して、よし外して、そしてこのゴム管だけをちょっと上げると、この作業をもうまめに、してください。特にやっぱり大潮の時とかだったらね、結構寒暖差激しいんで、もうこの辺こまめにやってやらんと釣れなくなります。この作業が一番延べ竿でのハゼ釣りでは一番重要なポイントになります。やるときはやるでしょ。だいぶ肩が良くなってきたですね。潮が上がれば良くなってくる。そうですね。もうすぐ満潮なんで、今度は満潮から下げに入ってきたらまた釣れ出すと思います。あ、今お目かけました。おい、でかい。やっとハゼらしいハゼが来ましたね。当たり明確ですか。当たり明確です。今からがもうチャンスです。でもハゼがこんなにでも人気あるっていうのほんま美味しいんですよね。結構もう人によるはやっぱ、ね、キスよりも美味しいって、天ぷらとかに関しては。で基本ハゼっていうのは結構そういう岩場とかにはつかないんですよね。もう本当に砂地とかもうそういうところに張り付いてるような感じでいてるんで。これ皆さん、ハゼって手前におるのか真ん中におるのかとかって結構あるんですか。結構手前におると思うよ。結構手前に、一回どれぐらい深さがあるか測ってみようかなと。まあまあ深いでしょ。結構あるよね、深さ。これだね、ちょっと浅いんかな、ほんなら。もうちょっとやねんか、これ。でも30センチぐらいあるのかな。20センチぐらいあるのかね。20ぐらい。20ぐらいあるのかな。そこギリギリ。いやだけど、今日の雰囲気やったらもう絶対にそこベタベタよりもちょっとそこから切っとう方がいいんじゃないかなと思うんですけどね。活性自体はなんとなくあんまり良くないんかなっていう。だけど逆にもうそこがいい状況やったらこの浮きで釣るよりもちょい投げしてはわして釣る方が効果出ると思うんですよね。ちょい投げに変更しますか、山田さん。満潮11時半で満潮から。ああ、そうやね。
し、あーそう、でか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 うわ釣れたね。ちょっと飲んでますけど、結構ヒイラギの猛臭に当てて、でちょっとポイントをちょっとあの下の方に向けたらすぐ食いましたね。ようやくレギュラーサイズ。 うなぎ泳ぎ、ほら初めて見たんですよこんなの。はい、満潮の時間、今ね11時半ぐらいになってるんで、ちょっとねこの満潮になったということで、ちょっと、ちょい投げですねの方に変更してみたいと思います。使う仕掛けがこちら、なぎふね兼用ハゼ、8号ですかね、とハゼ天秤の5センチ、こういう天秤になってますね。こちらのサルカンの部分に本線ね一度つなぎます。本結びでいいんで、こちらにですね、仕掛けです、8号。はい、こちらねサルカンがありますんで、こちらサルカンの方をこちら天秤の夜行パイプがついた輪っかがあるんで、ここに通していただいて、あとは引き抜くだけです。引き抜いたら仕掛けでできますんで、綺麗に。はい、で最後にね鉛ですね。鉛はこうちょっとスプリングみたいなのがあって、このスプリングをこう外して、でまあその日その日によって、水深等があるんで、今日ここ浅場なんで、今日はちょっと 1.5 号の鉛ですね。これで仕掛け完成です。あとはですね、玉置仕掛けとは違って2本針になってます。まあ、あのハゼってそんな別に遠投しなくても釣れますんで、ちょい投げですね、投げます。まああとはもう底取っていただいて、結構ねあのキッスリーと同じような感覚で引きずりたり、もうそのまま置いとく置き竿とかあるんですけども、まあちょっと最初は一回ちょっと置いときます。それで釣れなかったら引きずりたりしてちょっと釣ってみます。まあ、あの投げ釣りの利点としてはね、朝やった玉置のね、あの延べ竿での仕掛けと違う点っていうのが、やっぱりもうその都度その都度そこを取る調整とかしなくていいっていうのが、まあ、あの利点ですね。あ、来た。早速は結構いいサイズですね。1投目から言い方もはずです。今もほぼ置いといた状態で釣れました。はい、私が本日、使用した仕掛けですけれども、まず朝一、使ったのがこちらハゼポリウキ仕掛け、今日はですね 2.7m、使ったんですけど、まあ、こちら、仕掛けの特徴といたしましては、もう、完全延べ竿に関してはあのパーフェクト仕掛けとなっております。延べ竿の、先頭部ですよね、リリアンのところにもうすぐ、輪っかで通せるようになってますんで、もう通してもらったら、あとはもう仕掛けを引っこ抜くだけで、すぐ、仕掛けセットされます。で、替え針も2本ついてますんで、本当に、お得な仕掛けとなっております。そして、こちらハゼ天秤の5センチと、なぎふね兼用ハゼなんですけども、まあ、こちらももう、ちょい投げで、まあ、あと鉛さえありゃ、もうこちら、ハゼ天秤となぎふね兼用ハゼさえあれば、すぐ使用できる仕掛けとなっております。まあ、ぜひ、こちらの仕掛けの方、お試しください。もうキスと同じですね、釣り方。ずっと竿先で引いてきて、ゆっくり引いてきて、
わかりました。ハゼです。今もずっとドルビーてたらコンコンコンって当たっていいところにかかってますね。ちょっとこのまた満潮になってからこう投げ釣りに変更したんが、成功してるような感じします。さあまだまだ釣ってきます。皆川社長、はい、よう当たりますよ。ちょい投げはきました。おお、さすが、さすが。めっちゃ笑ってますよ。めっちゃ笑ってますよ。やっと来たぜ。長かった。やっぱちょい投げがいいな。ちょい投げでしょ。はい、頑張ります。でしょ。そうやね。雨降り跡とかで結構なんちゅう川の中に少しゴミが多い時なんかは浮き釣りでやった方が、そこから少し浮かした状態で、で川が普通の状態の時なんかは今みたいにちょい投げしてこう少しそこを引きずってくる感じ、それの方が釣果は上がると思います。仕掛けがいいわやっぱ。なんぼでも釣れる。鴨さん、はい、今日はこのハゼ釣りにお付き合いありがとうございます。いや、こちらこそありがとうございます。本当はね、今日海に行ってそうですね、はい、でかいヒラモサ釣りに行かれちゃったんですけど、はい、すいません、こんなハゼ釣りにお付き合いさせていただきまして、はい、本当に、はい、どうですか今日釣れました？まあ、小さいのが1匹だけですね。あ、本当？はい、まあ、ちょっと初めてしたもんですから、はい、いやもうね、もうほんまいつも協力いただきありがとうございます。とんでもない。鴨さんもなんか色の釣りしますもんね。船から磯から。そうですね、はい、ね、少しずつ、はい、もう先日もね、めちゃくちゃでかいアラス釣りましたもううちのねインスタグラムに飾らさせていただきましてね、歴代2位のいいねいただいてます。すごいですか、鴨さん。でこんな結構ライトの釣りはしないですか？やっぱりあんましたことないんですけど、でも、結構楽しいですね。あ、はい、でしょ。奥が深いですよね。いやもう今日まさから言ってるんですけど、芦屋にこんないい釣り場があるとは僕も。そうですね、本当、はい、もうファミリーとかやったら最高の釣り場かなと。そうですよね、はい、釣れた。さあ、ハゼか。ハゼでしたね、はい、ハゼでした。久々に。やっぱり餌を一本掛けにしてから良くなりましたね。丸ごとですね、切らずに。これは皆川社長の助言です。はい、ハゼとヒイラギダブル賑やかですね今日。でもハゼのダブルでよかったんですけど。はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。宮川社長、はい、今日落とし込みやるつもりだったんですけどこのハゼ釣りに代わり、いや、そうですね、なんか浮き釣り久々になんか原点に戻った気がしてね。楽しかったですね。ですね、僕も小学生時代よくあれ玉置で船とかよく釣ってたね、うん、でもそれがなんかもう楽しくてね、うんうん、でそれにも伴い釣果もね、もう皆川社長が
常にもう棚をチェックしてくれてそれで用を釣らせてもらってね。いや本当楽しかった、はい、今日はですね、うん、で後半ちょっとね満潮の時ぐらいからちょい投げもやったんですけども、うん、こちらがなんか偉い今日はちょい投げ調子よかったねですよね、うん、皆川社長がねちょっとプラ行った時はなんか浮き釣りの方がなんか雰囲気いいって言ってたんで。いやいやそうなんです、はい、それで今日ねまあ、浮きのがいいんやないんかなと思って、うん、浮きからスタートしたけど、うんでね、途中でねやっぱ昨日鉛をね、はい、ちょっと重ため5とか6使ってたんで、はいはいはい、で今日軽い 1.5 とか、ね、1.5ですね、うん、はい。それがかなり良かったやないかなと思うんやけど、うん、これ良かったその要因良かったっていう要因いやだけやっぱねどうしても重たい鉛になってくると、はい、まあ1箇所スッて落ちて、はい、そこでも固定しちゃうんで、はいはいはい、で 1.5 やったら少しこう流されながらちょっとこう淀みで止まっちゃうみたいな。なるほどなるほど、まあ、それが良かったやないかなと思う。ああなるほどね。いや僕らしくなくよう釣ったでしょ。いや素晴らしいね。いや派手釣り見直した。いやちょっと好きになりました本当に。うん、まあ、改めてねこの本当にねこう原点っていうか、そう、ね、やっぱうん本当に、まあ、今後もね皆川社長 のお客さんこれ、そうね、うん、もう僕はまあね皆さんやっぱどうしても来たら海とか、まあ、船で行ったりとか言うけど、はい、まあこういうね本当原点な釣りそうですねやっぱ目で楽しめるし、またねハゼは食べても美味しいし、ね、まあね子供さんとか釣りで来てもねすごい足場いいし、そう、ね、ほんまに海行くよりちょっとね、うん、安全かなと僕今日思いました。いや本当良、はい、かった今日はですね本当、まあ来年はまた落とし込みリベンジがあるんで、そうだね、その時はぜひ、まあ、こちらこそ、ね、よろしくお願いします。いやこちらこそお供してください。はい、はい、任せてください。はい、どうもすみません。また、本年、本日も一日、お疲れ様でした。あどうもお疲れ様でした。一本の鋼から釣り針を作り出す半世紀以上も前から魚と人をつなぐため針にかける熱き思い、パーフェクションインフックスオーナー。